黄巾の乱、董卓の戦争を経て、天下は群雄割拠の時代を迎える。そんな中、有力な群雄の一人に南陽の袁術がいた。彼は中原を制すべく曹操と争うも力及ばず敗退。結果、帝を擁し台頭する曹操の後陣を拝することとなった。その後、体制を立て直した袁術は再度曹操に対し出兵。帰化に加わった武門、孫家を伴い必勝の構えで戦に臨む。この時、孫家の当主孫策は郷里に大志を抱いていた。袁術の元を離れ、自ら江東に立つ。それが武門に生まれ、父から未来を託された己が進むべき道。その志を支えるべく、共に戦場へ赴く周瑜、周泰、孫昌公。今、蒙古孫策が勇飛する明日をかけ、序南に曹操と対する。周公旗、戦場に勝利の調べを奏でん。曹操の軍など恐るべきから、ここが一気に攻め滅ぼすのだ。明日戦場の中央を奪えるだって。この決心、おそらくは敵を奪う。ここだ。少しは警戒するかと思った。こうも簡単に行くとは。こしゃくな、孫家の軍よ、早く奴らを何とかせよ。ここだ。何ではない。熱き魂、大万世、またの名を神が冴える男ってか。そろそろ東側の部隊も侵入してほしいな。敵に強撃を仕掛けてみよう。我が心の炎のごとく攻め抜き、その集結を早めに。何をしておる。早く迎撃せよ。わしのもとへ敵を近づけるでない。敵はただ軍を進めているわけではあるまい。あの感動、注意した方が良さそうだ。おお、素晴らしいご活躍。この挨拶です。
が望むとは容赦せぬぞ。ここは受けてみよう。そうよ、いつでも来るがいい。燃え上がれ。ここが戦場で遅れを取るとはな。敵将を受けてぶち取ったり。自ら破滅へと踏み込むか。燃え上がれ。ならばここにその屍を晒すがいい。私は各方向お相手を願おう。おっ、これは受けてみよう。おっ、我が熱き魂。おっ、ここだ、受けてみよう。楽しい時間が解けた。そろそろ引くべき頃合いかな。敵将そろったり。
ってするもの。取り知るがよい。撃ち取ったり。開け。我が心は。わしと会うとは運がなかったな。軍師の軍は慎重なものが多い。だがこの総猛族の首、やすやすとはやれんぞ。さあ、なあ。俺たちの勝ちだ。これで孫家の部は天下に大きく届いたな。